芥川康史、芥川康史、芥川康史、1925年7月12日から1989年1月31日は、日本の作曲家、指揮者、ジャスラックメンバー。快活で力強い作風と言われ、特に人気のある代表作に、公共三章、公共還元楽のための音楽、弦楽のための三楽賞などが挙げられる。また、 映画音楽、放送音楽の分野でも、八甲田山、八幡村、野村義太郎監督、阿光老子のテーマなどが知られるとともに、同様、小鳥の歌、コオロギ等の作曲者としても知られる。その他、多くの学校の校歌や日産自動車の世界の恋人など、団体、企業等の CM ソングや社歌も手掛けている。小説家、 芥川龍之介の三男として、東京市滝野川区、現、東京都北区田端に生まれる。母は、海軍少佐、塚本善五郎の娘、文。兄は、俳優、芥川博士。安氏の名は龍之介が、親友の法鉄学者、常東京の名、教訓に読みし、万葉が名にあて命名された。父は1927年に自殺したが、安氏は、 父の遺品である SP レコードを愛聴し、とりわけストラビンスキーに傾倒した。兄弟で毎日、火の鳥やペトルーシュカなどを聞きながら遊び、早くも幼稚園の頃には、火の鳥のコモリ守タを口ずさんでいたという。絵本の詩を即興で作曲することもあったが、当時まだ五千譜を知らなかったので、自己流の寄付法で書き留めた。この時作った節を、 作曲家になった後で気に入って自ら出版したこともある。東京高等師範学校付属小学校、現在の筑波大学付属小学校在学中は、昇華が苦手だったために、音楽の成績は通知表の中で最も劣っていた。1941年、東京高等師範付属中学校、現在の筑波大学付属中学校、高等学校4年在学時に、 初めて音楽に志し、橋本国彦の紹介で、井口元成に指示してバイエルから猛勉強を開始する。この時無理がたたって、六幕縁を患う。東京講師附属中の同期には、石川六郎、鹿島建設名誉会長、山本拓馬、富士通名誉会長、梶本元東京大学教養学部長、森渡る、元東京大学総長などがいる。 1943年、東京音楽学校予科作局部に合格したものの、乗りスぎヨシ校長から呼び出しを受け、受験者全員の入試の成績一覧表を示されて、お前は最下位の成績で過労じて受かったに過ぎない。大芸術家のせがれとして、恥ずかしく思え、と出席され、衝撃を受けた。橋本国彦に、近代化成学と、還元楽法、下唄一と、 細川緑に、大移法を学ぶ。1944年10月、学徒動員で、陸軍富山学校軍学隊に入隊し、テナーサックスを担当する。この時、軍学隊の仲間に、東京音楽学校で一級上だった、ダン・イクマがいた。1945年4月、軍学隊を主席で卒業、教育総監だった、土井原賢治中将から銀時計を賜った。 1945年8月に戦争が終わって、東京音楽学校に戻った時、戦後の人事刷新で作曲家講師に迎えられた、伊福部明と出会い、決定的な影響を受けた。また当時の新中軍向けラジオ放送で、ソ連音楽界の充実ぶりを知り、ソ連への憧れを募らせた。ソ連の音楽も、また、彼の作風に影響を及ぼす。 1947年に東京音楽学校本科を主席で卒業する。本科卒業作品、公共管弦楽のための前奏曲は、伊福部の影響が極めて濃厚な作品である。伊福部が初めて音楽を担当した映画、銀霊の果てでは、ピアノ演奏を担当した。1948年2月、東京音楽学校で知り合った山田沙織、別名、真所沙織。 声楽家卒と結婚する。この時芥川は沙織に対して、作曲家と声楽家は同じ家に住めないと主張し、音楽活動を禁じる態度に出てもいるが、これはマーラーが、妻、アルマにとった行動時を一にしている。しかし事情を設けた後、1957年に離婚、後に沙織は、画家として活躍する。1949年、東京音楽学校研究科を卒業する。 在学中に作曲した公共参照やラダンスもこの頃しばしば演奏された。1950年、公共還元楽のための音楽が NHK 放送25周年記念検証、つノル還元楽曲に特賞入賞する。この時、もう一人の受賞者はダン・イクマだった。同年3月21日、公共還元楽のための音楽が この絵ひでまろ式の日本交響楽団、NHK 交響楽団の前身により初演され、作曲家、芥川康の名は一躍脚光を浴びた。同じ1950年には、窓ガラス越しのキスシーンで有名な東宝映画、また会う日まで、監督、今井氏に、ピアノを弾く学生の役で出演する。1五十三年に同じく若手作曲家である、まゆずみ ダンイクマと共に三人の会を結成する。作曲者が主催してオーケストラ作品を主体とする自作を発表するという独自の形式によるコンサートを東京と大阪で5回開催した。なお、同年開催された毎日映画コンクールでは煙突の見える場所が音楽賞を獲得している。1954年、当時まだ日本と国交がなかったソ連に自作を携えて 単身で密入国する。ソ連政府から歓迎を受け、ショスタコービチやハチャクトゥリアン、カバレフスキーの地偶を得て、ついには自分の作品の演奏、出版にまでこぎつけた。当時のソ連で楽譜が公に出版された、唯一の日本人作曲家である。中国から香港、当時イギリス領経由で半年後に帰国する。以後、オーケストラ作品を中心に次々と作品を、 発表し、戦後の日本音楽界をリードした。1956年、アマチュア演奏家たちの情熱に打たれて、新交響楽団を結成する。以後、無給の指揮者としてこのアマチュアオーケストラの育成に当たった。1976年、当時としては、画期的な1940年代の日本人、作曲家の作品のみによるコンサートを2番に渡り、 行い、その功績を称えられて、翌年には、鳥居音楽賞、あとのサントリー音楽賞を受賞した。その後も、ショスタ・コービチの公共曲第4番の日本書演を行うなど、活発に活動をした。一方で、同団においては一部の作品を除いて、自作の演奏をなかなか行わず、ようやく1986年に、創立30年記念演奏会を自作のみで行った。 芥川には、歌声運動の指導者という側面もあった。1953年の、祖国の参画に、しコンタニクニコは広く歌われた。また、音楽著作権関連の活動では、日本音楽著作権協会、ジャスラック理事長として、音楽使用料規定の改定に尽力し、徴収料金倍増などの功績を挙げた。 この背景には若い頃父の印税が途絶えたために非常に生活に苦しんだ経験が理由の一つとしてあると言われる。1989年には芥川の肖像が著作権管理制度50年記念切手の図柄に採用されている。その他にも生涯純粋な音楽活動以外に社会的分野などでも精力的な活動を行っている。 1957年にはヨーロッパ旅行の木とインドに立ち寄ってエローラセックスインのカイラサラータジ院ンで巨大な岩をくり抜いて作られた魔術的空間に衝撃を受けこの時の感動からエローラ公共曲を作曲代表作の一つとなったまたこの頃から動的な作風の代わりに静質な作風を模索するようになるいわゆるマイナスの作曲論などに代表さる なお、このエローラ公共局は、伊福部と同様に若き芥川に芸術関係性で大きな影響を与えた、早坂文雄に捧げられた、芥川は修行時代、早坂の下で映画音楽作曲のアシスタントを務めた。1958年6月16日、京都五条の旅館にて、小畜映画、欲のための音楽を作曲中、芥川の部屋に、 京都大学医学部助教授夫人35歳が乱入し、服毒自殺を遂げるという事件が発生する。この女性は芥川に熱烈な死亡を寄せ、一方的に恋文構成や待ち伏せ、現在で言うストーカー行為を繰り返していたが、恐れをなした芥川にきっぱり跳ねつけられ、絶望して覚悟の死を選んだものである。快活な人柄で知られ、名からは、 春風おじさんと呼ばれていた。ただし、アク川自身は、私自身は物事をやや深刻に考えすぎる、欠点を持っているのに、私の音楽はその性反対で、重苦しい音を引っ張り回して、深刻ぶるようなことは、およそ性に合わない、音楽の旅と述べている。例外的な作品が、チェロとオーケストラのためのコンチェルト・オースティナート、1969年、で、 この作品では芥川に珍しい苦渋に満ちた感情表現に接することができる。父、龍之介に対しては尊敬の念を抱いていたが、同時に学校を卒業して社会に出た時には、ことあるごとに、文豪の三男などと紹介され、いい歳をして、親父に手を引っ張られて歩いているような気恥ずかしさに、やりきれなかった。父が死んだ年齢である36歳を超えていく時は、もっとやりきれなかった。 毎日のように、畜生、畜生、と、心の中で叫んでいた。無論、自分が確立されていないおのれ自身への怒りであった、父や母のこととも告白していた。1967年12月、芥川を中心に、アマチュア合唱団、クジラが創立する。1977年から1984年まで、NHK の音楽番組、 音楽の広場に司会として、黒柳哲子と共に出演した。音楽の広場の他にも、音楽番組のみならず彼は、テレビの司会を何度か務めている、テレ東京、木曜洋画劇場。ラジオの分野では1967年より、死の前年まで、TBS ラジオ、100万人の音楽で、野際洋子とパーソナリティを務めた。ダンディな要望とソフトだが明晰な話し方で、 お茶の間の人気も高かった。1978年、第1回日本アカデミー賞で、八酵大山と八つ墓村が最優秀音楽賞と優秀、音楽賞を受賞した。1989年、東京都中央区の国立がんセンターに入院中、肺がんのため制去した。最後の言葉は、ブラームスの一番を聴かせてくれないか。あの曲の最後の音は、 どうなったかなあだった。遺作、物立開け道日戦成人法参加、命は、中西綾の氏に基づき、病床の悪川が音楽を書き進めたが、合唱パート全部とオーケストラパートの6分の1、ほどを書いたところで病状が悪化しため、作曲カマの松村定蔵、眉積敏夫に相談し彼らからの助言と推薦で、眉積の弟子の鈴木光一に補作。 残りのオーケストレーションを依頼し、完成させた。命という題は、中西の発案によるが、芥川に対してはその病状を思いぱかるあまり、とうとう言い出せなかったという。生前、芥川は、古事記によるオラトリオをライフワークにしたいとたびたび述べていた。作曲を進行させていたと伺わせる発言もあり、1990年に予定されていたサントリー音楽財団による、 作曲の古典にはそれを発表すべく移植も行われたのであるが、その詩により実現を見なかった。なお、曲の構想など詳細は不明であるが、晩年、病院から一時帰宅を許された時に、自宅仕事場でスケッチされたという、チェンバロとオーケストラのためのコンチェルトの一部の譜面が残されるようである。これは、写真家、木下明が、 芥川の没後に仕事場を撮影した写真の中に写っており、最晩年の芥川の音楽作品を考える上で興味深い。結婚を3度したが、二度目の妻は女優の草笛講師である。1960年に結婚、1962年に離婚。離婚の原因は草笛が芥川の連れ子と不仲だったこととされる。最初の妻との間に生まれた。 長女、芥川真美子は、タレントとして活躍した後にメディアコーディネーターになった。芥川龍之介あれこれ思う孫娘より、産経出版、1977年の著書がある。三度目の妻は、東京芸術大学作曲家出身で、石桁マレれお門家の作曲家、エレクト音奏者の江川真すみ、1970年に、結婚。彼女は、結婚前、作曲。 編曲だけでなくヤマハエレクトーン演奏の名手としても、なお馳せた。彼女との間に生まれた息子、芥川隆之氏は、成城大学文芸学部英文学科卒業後、エディタースタイリストとして活躍している。ブルーリベンス、DD ウェーブ、2005年の著書がある。芥川の音楽界での功績を記念して1990年4月、サントリー音楽財団により、 芥川作曲賞が創設された。また、芥川の死の半年後、埼玉県北葛飾郡松伏町に、芥川のエローラ公共局から名を取った田園ホールエローラが完成した。他多数、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。